経ったので始めましょう。皆さんこんばんは。こんばんは。岩立さほです。はい。というわけで、あ、新曲皆さん見ましたか？イエーイ。すごかったね。ね、録画したので3回ぐらいもう見ました。さっきツイートもしたので。ぜひチェックしてください。そして皆さんの感想もぜひツイッターじゃないもう X なんですよね、つぶやいてください。よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日はコンサートの話とか、私この間配信したのが8月3日だったからコンサート前日で、まだコンサートについては話せてなかったので、そうコンサートの話をしようと思って、でももうあっという間に、あ、でもまだ1週間か、意外と経ってないんだよね。なんか8月が始まってさ、もう14日じゃないですか。だからなんかすごい8月も相変わらず早いなって思う感じもあるんですけど、でも意外とあれまだ1週間ちょっと前、10日前でしょみたいなのとか思うと、なんか意外となんかそうっていうかなんか日々の充実感と時の流れの感じはすごい相応なのかなってちょっと思って、そうな感じで振り返っていきたいと思います。でもなんかうっかりこうね、まあ今度とかしてるとどんどんね日が経っていっちゃうので、皆さんは会場に来てくれたり、あとは配信で見てくれたりしましたか？しましたか？なんかすごいギフトにシェルがいる。ホタテだ、やった、ホタテのギフトがある。夏だね、かわいい真珠発汗してる、ありがとうございます。お、会場行ったよ、配信で見ましたとか、あら会場行った、ありがとう。そうね、前説からやらせていただいたんですけど、私前説の時にもう配信始まってるって知らなくて、なんかスクショみたいに載せてくださった方がいて、あ、映ってたんだってそこで自覚しました。はい、なんかあの前説というか派生練習はおりんが提案してくれて、そうなんです、なんかおりんがねずっと言ってくれてたの、そのトムのコンサートの時みたいにやってほしいみたいなこと言ってくれてて、でもなんか別にそのマネージャーさんとかから言われてたわけじゃなかったから、まあやんないだろうなって思ってたら、前日にそのミヨンから連絡が来て、なんかおりんが多分相談してくれたみたいで、それでやることになりました。感謝感謝です、おりんちゃんのおかげです。おりんいい子です。そうなんですよ、いやだから本当そう、ヤッホーの日だったっていうのはあったので、正直ねやれたらいいなとは思ってたんですけど、やっぱりあの人数、この間だと14人でチームのコンサートとかのサイズ感でね、なかなか自己紹介の時にキャッチフレーズフルでやってってなると結構一人一人の尺がね大変なことになっちゃうので、オープニング開けてさ自己紹介するんですけど、だからそこでねできるかなできないかなぐらいに思ってたからね、やれてね、よかったよかったです。いやでやっぱりねそうなのよ、自己紹介の時は結構時間がねタイトだったので、結果の前説で思いっきりやせてもらえてよかったなって、じゃなかったらすごいね気まずくなってたので、ありがとうって思いました。あ、そう、発声練習したいです、うちは前説で。あのうちはさ、ノート劇場でも使えますよね、あのノート使えましたよね、結構持ってきてくださってる方がいらっしゃって、劇場にも嬉しいです。公演ね、あれからもう2回出てるので、2回ってか3回、あ、3回だね、その A 公演で3回出てるので使えてました、持ち込めましたよね。さすがに公式グッズであれだからなのかわかんないですけど使えたのでお見送りとかで見せてくださって、あのねバッテンしたりとかいろいろ楽しんでるんですけど
ティフの日も見つけた。そうなんですよ、結構ね発声練習したいです。うちは目立つし、あのうちわの写真の方もなんかね、いつものうちわより余白があるからかな、逆に見やすくて、コンサートの時の2階席のなぜかせいちゃんのうちわとか見つけてたあれせいちゃんだなって思って見てたとか結構ありました。そう、意外といいのうちにもあるけど出さないの。そうで、なんかその皆さん思い思いにシール貼ってくださって、発声練習したいですの周りとかもいい感じにやってくれて、あとさ本当にあのうちわが買えなかったからって言ってさ手作りでさやってきてくれた方もいて本当にありがとうございましたね。切り抜きも大変だったよね。うん、あのね、ゼップ横浜の多分ね客席というのかな、2階席でもね結構見やすいんですよ、あそこの会場。だからそのトリコ祭持ってきてくださってた方はもちろんなんですけど、うちわも結構見つけた印象があります。はい。でさ、その2階にさ、アンコールの、1曲目 AKB フェスティバルで降臨できたんですけど、ファンの人がたくさんいすぎてたくさんいてくださって、そうちょっとね時間足りなかったいやなんかそのね、座りの方だよって言ってくださってた方いらっしゃったから、2階にも結構たくさんいてくださるんだろうなと思ってたんですけど、思った以上にいてくださって、あとうちの母にも絡まれまして全然回りきれなかった本当にそうなのよ。2階行ったんだけど、もうだからフルサイズでやりたかったね下長かったかもしれないけど、いやでも結構皆さん本当にいろんなうちわだったりとかグッズだったりとか持ってきてくださってて、なんか一人一人本当に丁寧にね、行きたかったんですけどなかなか足りなくて、ごめんね後半本当に素通りした人本当にごめんね本当ごめんなさい。ただその2階にもたくさんいてくださったんですけど、1階も多かったと思う。どうした、なんか最近トリコ祭増えた、それとも1人がいっぱい持ってるわかんないんだけど、劇場とかもなんだけど、なんか本当にたくさんいてくださるんですよ。なんだろう、どうしたあのね、4月のコンサートの時も確かなんかあれいつもよりファンの人当たってるなって思った印象があったのなんか今までよりもトリコ祭の数多いなって思ったんだけど、なんかね増えたかな、増えてる、もしかして増えてるのか、ありがとうございますなんかね、結構この活動のさ内容としてはさ、こう大幅な変化とかはないからさ、日々こうね積み重ねてきてるとは思うんですけど、ね、今12年目にもなった今、なんかこうしてこう増えてることをこう実感できる機会ってさ、なんか驚いちゃうんですよね驚いちゃうんですよ私。今までこうやってきてあれ増えてるっていうそんな風に感じることってさ、なかなかないっていうのも変だけど、なんか安定感は今までずっと感じてたんですよ。安定感を感じてたからこそ、なんか増えてるって、まあ、安定じゃないじゃないですか、ある意味。だからそれにちょっと戸惑っている状況という確かにツイッターも本当にね8万人のフォロワーさんがいてくだ、あ、で X でした、 X もダメだね、口にもう馴染んじゃってるからさなかなか直せなさそうなんですけど、 X の方でも8万人って見て、しかも昨日の夜私がさちょっと8万人超えたはずなのにすぐ減っちゃうのなぜなぜって書いたら、そっからしっかり8万人朝起きたらもう8万20人とかになってて、今50何人いらっしゃるのでまたそこから増えているみたいなんですけど、すごくね逆にこのさ1日で増えたさ50人ぐらいはどこから来たんだろうって正直思ってるんだけどなんでなんだろうって思ってるんだけど私ね
思議なんだよな。本当にね、不思議なのよ。なぜなんで一晩で30人ぐらい増えてるの、なぜなぜって感じなんですけど、ありがとうございます。あとはあのちょっとコンサートの話からずれちゃいますけど、8月4日から TikTok も始めたので、 TikTok もなんか私もともとね、実は TikTok はそんなに見てるタイプじゃないなかったんです。なんかさ、たまにさ、この音源、この振りかわいいなって思うものとかがあった時にちょっと TikTok ので撮って、でインスタのなんだっけ、リールに載せるようにこのなんかアカウント名とかを隠して載せてたんですねそう載せてたんですけど、でもなんかちょっと本格的に TikTok っていうのも使ってみようかなって思って、っていうのもなんか最近かな、ちょっと前からリールを活用しだして、なんか動画作るの楽しいな、でなんかこう反響いただけるのも嬉しいなって思ったところからやってみたいなって思ってて、で事務所の方にも相談したら、あ、なんかやってみたいならやった方がいいよっていうさまあそりゃそうなんだけど言っていただいたので、はい、なのでちょっと本当は8月から始めるって思ってたけど、ちょっと7月中のリハ期間が忙しすぎて、なんか全然こうね、メイクとか、まあ、今も別にしてないんですけど、お風呂入っちゃったからしてないんですけど、なんかせっかくね、ああやって残るもの、配信はさ、まあこれは映像倉庫に上がったりするんだけど、なんかまたちょっと違うじゃん、ちょっと違うじゃん。まあそんなわけで、まあ、ちょっとちゃんと撮ろう、まあ、1本目はちゃんと撮ろうって思ってたのもあって、まあ、じゃあせっかくちゃんとメイクしたから8月4日に撮ろうってなって、まあ、コンサート終わりに1本目撮って、で、まあ、その前にもちょっと撮りだめというか、なんかこういうの載せてみたいなっていうので撮ってたものは正直あったので、まだそれを全部は載せてないんですけど、全然ストックっていうんですかね、あるんですけど、いろいろとなんかよくある踊ってみたみたいなやつもさ、 TikTok っぽいんだけど、でもともとやりたかったのは Vlog っぽい発信だったりするので、まあちょっととりあえず最初は気軽なやつからあげて、でまあ慣れてきたらちょっとなんか固定していくのかなとか、まあ今はまだね結構こうふわっとしてる状態ではあるんですけど、でも今日もちょっとあげようと思ってるのはオタ活動画ですオタ活動画あげようか、あ、TikTok あげるの19時か21時にした方がバズりやすいとかあるんだ、そうなんですか、私ごめんね、本当に TikTok 見なくてなんかよくみんなが踊ってる曲とかはなんかよく友達っていうかそのメンバーのやつで流れてくるから、そうすぐ千鳥のが流れてくるからあれさ、相互フォローにするとさ、友達って名前になるんだね今友達さ、ひななと千織しかいないんですけどTikTok のいないんですけど、そうだからすぐ流れてくるから、なんか、あ、この千織と一緒にさ、前撮ったのワイヤーワイヤーワイヤーみたいなやつとかさ、これの今流行ってんだなっていうのとか思ったりはするけど、でもあんまりよく分かってなくて、私はもうシンプルにこの曲かわいいって思ったやつとかを踊ってて、で昨日あの小林愛香さんのグミッチューっていう曲、最近新曲らしいんですけど、まあその普通にオタ活をしてたら出会ったんですよで、あ、かわいいって思って普通に踊りたいと思ったけど、めっちゃ難しそうだったの振りが。あ、ちょっと待って、ジュンさん困ったわ、ありがとうございます、ありがとう。そうそう、そんなわけでグミチュー踊ってみたいと思ったけど、最初難しそうって思って、でああいうね振り起こしはね、気合を入れたらできるんです。もうそういうさ生活をしてるからさ。でもなかなかこう家でゴロゴロしながらは振りが起こせなくて、で結局あの日公演の時に撮ったんだけど、公演合間に撮ったんだけど、もう公演終わって、昼公演終わって
衣装着替えて、着替えた、そう着替えてお弁当とか食べるよりも前にもうひたすらあの曲を振りを起こしてちょっと撮影して、そうでもちょっと間違えちゃったの、ここが左が上だったんだよね、ちょっと踊ってたら分かんなくなっちゃってね、間違えちゃったんですけど、でももうね、あの多分ね、まだ振りがね体に入ってないからそうなんですよ、なんかちょっといつかリベンジできたらするかもしれないです、と上手にできるようになった、普通にあの曲踊ってて楽しくて、なのでよかったらぜひ見てください。でもあれ3テイク目ぐらいです、あれね、セリちゃんが撮ってくれて、でセリちゃんが画角とかをこの方が振りが見やすいとか言っていろいろ調整してくれて、そうなんか最初多分この辺で踊ると思ったのか結構寄りで撮ってくれたの、したら手がやっぱ映ってなくて、でその2テイク目ぐらいからセリちゃんがちょっとこれもうちょっと弾きますって言ってめっちゃやってくれてそうなんです、なのでございます。しかもねセリちゃんね、ちょうどあの日差し入れにアイスをいただいたんです、31のアイスをいただいて、でそのアイスをセリちゃんが食べ始めたぐらいの時に私がね動画頼んじゃったの、そう後で撮ってみたいなノリで一応言ったつもりだったんだけど、もうすぐ撮ってくれたから、あやばいこれはもう私失敗できないっていうプレッシャーじゃないけどそうもうアイスが気になって気になってしょうがなくてねちょっともっとしっかり体に振りが入った状態であのリベンジいつかできたらしたいなと思っているので、機会があればね、いや本当に可愛い曲、うん、ねアイス、あれ私あの日アイス食べた、私アイス決めてどうしたんだろうって思ったけど食べました、今思い出した、私せいちゃんアイスの元に返しましたそうね、てなわけでそう TikTok はそんな感じで始めて、今日もなんかさっきでもいい時間帯は教わったけど今日はもうこの後載せるよ、もう今日はもう載せるよ、あれひななが DANCE のこと話してた、嘘何話されてるんだろう、まあ、その動画もね載ってたりするので、まあ、いろんな、まあ、そういうさダンスとかでこう決めてる状態もさ載せると思うけども、そうじゃないゆるいのも載せていくと思うので、なんとなくさそういうのが載せやすいかもしれない TikTok は、なんかインスタとかはなんかさ映えなきゃいけないと思ってるから映えなきゃいけないと思ってた分、 TikTok はなんかちょっとそうじゃない空気感も感じるので、なんかいろいろさこうおすすめとかに流れてるのを見てるとなんかいろんな人がいるなって感じがするので、そうね TikTok は気軽にできそうな気がする、インスタとかよりも私は今のところこうなんか上げたいものがポンポンポンって浮かんではきてる、特に今インスタのに載せていいか分かんなくなってるそうね、私あとあの作法のもぐもぐ放浪記が好評な気がするので、あれもまたやろうと思ってます、そうね、あれは2本ぐらい取りだめがあります、まあ今増やさなきゃ増やさなきゃね、インスタね、なんか上手な人はやっぱ上手だなって思うんだけどね、本当になんだろうね、なりきれないねそこまで、なのでちょっと気軽にいろいろあげたいと思いますてなわけで戻るか、じゃあコンサートの話に戻りますか、コンサートは今どこまで話したかって言ったら多分前説の前説の
発声練習のことを話しました。で、まあ、そこから、オープニングですね。1曲目のねパイオニア、パイオニアがさあのね、私あのお話し会だったかな、こう皆さんとね A のコンサートの話をもう楽しみだねみたいな話をしてた時に、パイオニアが来たら泣くわって言ってた人がいたの。泣いたもう私そのさ瀬戸利知ってるじゃない、さすがにお話し会のね直前のお話し会の時には。だからさもうそれっきりもう泣くわって言われても、その時から私ワクワクが止まらなくて歌うんだなって思っちゃって、本当にあ泣いた、やった。やっぱチーム A っていう印象もさ強い曲だと思うし、あの曲の歌詞、あの頃の本気を思い出そうもう一度ってところが私的にはすごく印象的で、リハの時からずっと思ってたんだけど、なんかこの始まる感がなんかすごい幕開けみたいな感じの、あのなんていうの、あの曲調というか伝われ雰囲気がすごくね自分的に高まったなって思った1曲目で、この曲で始まったのが本当に嬉しかった。うん、あんなかっこよく始まれてね、あよかった、伝わってる幕開け感。あとあの振りはなんか前にもね多分やったことはあるんですけど、チーム A でやってるよね、確かやってるよね、多分チーム A になってからもやったし、チーム B でできなかったあの幻のコンサートの瀬戸利にも確かいたんですね、パイオニアは。そう、ただなんかそうやって今までやった他の時よりも、まあ、B の厳密にやってないけどなんかそういう時よりも今回のこの1曲目のでやるっていう意味合いというか、それがなんか自分の中ではすごく大きくあった気がして、チーム A のファイナルコンサートっていうのもあったのかもしれないけど、すごく気合が入った1曲でした。うん、でからの重力シンパシーだ、チラララララって始まって、まあ、重力シンパシーはやっぱ劇場でもさたくさんやってて、この間の、ハルコンの時にもチーム A が中心になってやったのは重力シンパシー公演だったから、やっぱ今の A の印象が強いんじゃないかなって思う曲で、でそこからの怠け者ですよね。え、怠け者、あ、違う、嘘ついた嘘ついた、5曲あったオープニングあの曲なんだっけ、君が思ってるよりが M さんだったんですけど、それも、公演のアンコール曲じゃないですか。あれこの曲あれでもこの曲はやってるのか、新チームのお披露目コンサートもさ中止にあったコンサートとかのさ記憶がもう曖昧なんだよね、いろんなものが今どれをステージで披露しててしてないかがちょっと怪しいんですけどでも君が思ってるよりもめちゃめちゃ盛り上がる曲じゃないですか。で声出しができるようになってからより劇場でこうあいあいみたいなやつを皆さんが言ってくださったりするから、めっちゃ盛り上がる曲じゃんっていうのが、まあその声出し解禁になってからより感じてる曲で、でそう中止になったコンサートだけど現チーム、うん違う、新チームコンサートはその後やったよね。なんか私去年の記憶曖昧かもしれない去年の記憶がね怪しいんですよ。その現チームコンサートっていうのそのチームミーだったじゃん、あの時ってまだ私で、そのコンサートはもうやることはなかったじゃないですか、その後。ただ新チームコンサートに関してはその後のところでちょっとこうリベンジというか
まあ、ちょっと形が変わってはいたけれどやってはいるから、多分そこでやったよね、怪しいまあでもとりあえずこの曲もすごく盛り上がるからさ、オープニングから結構飛ばしで、一旦臆病な怠け者が入って、これはもう今のねチーム A の曲じゃない、唯一のチーム A の今の楽曲だから、劇場とかでもやってたから。ただ人数感が変わってね、ちょこちょこ動きが変わった人だったりとかいてね、これも大変だったコミちゃんが大変そうだっただからあのサビの後半のこうなんかスライドしてさ、まあ、2列いてこうスライドしてなんかさ交換するような振りとかがあるんだけど、やめるやめないのとことか、あそこの通り道が変わったりとか人によっては多分向きが変わってたりとか、結構ね変わってる部分はやっぱ人数感の変化によってあったりしましたね。まあ、今回14人だったからさ。あと感想のペアも今までオンちゃんとだったんですけど、今回はセリちゃんとになってて、まあ、人によってはポジションもセリちゃんの場合はさ、今回ヒーちゃんのところにスライドしてたりとかいろいろあったので、なんか自分たちの曲なんだけどなんかすごい大変だったっていう結構大変だった曲です、これ。あともう自分たちの曲のはずなのに、最初に振り入れした時はこの振り左からやってたよねみたいな、でも劇場公演の時にこれ右からに変わっちゃってたよねみたいな、なんかねそういう気づきというか、あのなんかみんなが集まったことによって、8人公演とかだとさ、その8年で成り立ってるんだけど、なんだろう、こうみんながいることによって、あれここってこうじゃなかったっけみたいな記憶のすり合わせがいろいろ行われた結果、結構合わせるのとかが大変だった曲でした。うん、意外とつまずきポイントで、その後が大声ダイヤモンドなんですけど、大声ダイヤモンドのさ2番に行くぞってなった時のちょっと皆さんのおーみたいなのがさ嬉しかったですねやっぱフルサイズ披露は上がりますよね。私もね見てたら絶対に上がってると思うんだけど、あのフルサイズも良かったよね。じゃんちゅ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 ってさ感想始まった時に、で私さ大声ダイヤモンドいつも咲子さんのポジション、あなんかね多分チーム A バージョンなのかな、ポジション表がなんかいつもそうなってて、で確か咲子さんのポジションでいつもやってたんですね。なんだけど今回みーちゃんのとこだったんです。でも私大声ダイヤモンドのポジションが本当にいつも変わらないから、がっつり咲子さんのとこだと思ってリハに参加してたので、そしたらなんか1番の途中かな、サビに行く直前くらいでさやりんになんか「咲子さん誰のとこやってますか?」みたいな言われて、でそこで私とさやりんが同じ人やってたことに気がついて気づかなかった。もう立ち位置表というか立ち位置っていうかそのポジション表がバーって送られてくるんだけど、うん、まあさこう全曲見たらさ忘れるじゃん。で「大声ダイヤモンド」はもう咲子さんだと思い込んでてで私もうリハやってて途中まで、でも途中までそれ進んでるからさ、もうさ自力でさみーちゃんのところの動きをさもう必死に追っかけて、立ち位置表見たら大体わかるからさ。いや本当に、しかもその後一回ポジション表を見直して、で見直した時に焦りすぎてもう一回違う人のポジション入っちゃったの、また。そしたらそこゆずちゃんと被ってて何してんだろう私ってなったリハでした本当に大声のリハはちょっと大変だったんだ、私は勝手に一人で。超しょうもない話なんだけど、本当にこんなことをいやしっかりって自分でも思ったよ思ったけどね、もうね大パニックだったあのリハは
そしてまみーちゃんのところで無事やったんですけど、いやポジションね、いや大声本当にいつも変わらないからさ、変わることがあると思わなかったんだよね、っていう大声ダイヤモンドでした。何の話って感じだっけ。リハの裏話でした。はい。で自己紹介じゃないですか。そうで自己紹介がありまして、まああの発声練習は割愛しまして、ユニットに行くんですけど、ユニットはサンダルじゃできない恋でした。なんか最初になんかチーム A の瀬取りこんな感じっていうのをなんかマネージャーさん経由でなんかねチラッと見た時があったの。そのタイミングだと私全然違うユニットで、てかそもそもコンサートの瀬取り自体が多分まだ固まってなかったんだと思うんだけど、全然違う曲だったんです。でその時はもうサンダルじゃできない恋とかそもそも入ってなくて、でもっと可愛い曲だったんです。で、あ今回私可愛い感じなんだなと思って、でなんかこう改めてちゃんと展開されたやつを見た時にサンダルじゃできない恋になっててっていう、もうなんか思ってたのと全然違うの来たみたいな思って、ただすごくあのね、あの曲の振りが本当に好きなもので、あの総選挙は2018年だったはずなんですけど、あれから約5年が経ってちょっとこうね年を重ねあの落ち着いたところでやらせていただけたのがなんか自分としてはすごく、やっぱああいうカップリング曲って再び披露することってねなかなかないじゃないですか。だからそんな機会があるとも思ってなかったからこそすごく嬉しかった曲でしたね。これもそのせいちゃんがね、あの多分おんちゃんにすごい推したっていう話とかを聞いたんですけどせいちゃんもオリメンだからね、この曲だからこういうやっぱカップリングってさ、どうしてもその時にしか披露されないことの方が多いから、あのだらしない愛し方とかさ、こう見つかっていろんなところで披露される機会がある曲とかも確かにあるんですけど、なかなかさそういう曲ばっかりじゃないから、なんかこう誰かがこういう機会に押してくれないと入らないわけですよ。だからすごいね、しかもそこでその私センターでそのゆずちゃけでみたいな話、多分まあどういうせいちゃんが言ってたのとかも全部話聞いてるわけじゃないから、どういう流れかちょっとよく分かってないんだけどそういうのになったっていうのを聞いた時にすごいあの嬉しいなって思いましたしね、したし、いやでもこの曲めちゃめちゃ素敵な曲だから、今後もなんかのねどこかでやってもらえたらいいなぁなんて思いました、はい、この曲ね実はその振り入れが今回あったんですよ。あまあそりゃあるか、基本的に今回振り入れはしていただいてるんですけど、あの私ねその振り入れの日にあの首が痛いみたいな話したじゃない、なんか本当に首が動かなくなっちゃって一回リハ期間に、でもベッドから起き上がる、最初起き上がれないかもって思ったぐらい痛かったのっていう日にちょうどサンダルじゃできない恋のリハがあったから、さすがにちょっとリハに行けないとなって、そう病院に直行し、そう直行して、で、まあ、だからリハには全く参加できなかったんですよ。で終わってからまあ、先生が私のポジション入ってくださってて、であとゆずちゃけがね踊ってるっていう3人の映像を見て、やらなきゃっていうさ気持ちだけが湧いたんだけどさ、まあ、首痛いからその日とか無理だし、
まあ、そこからちょっと時間が経っていざ投資リハをしますってなった日に、投資リハの日には投資でやるからユニットできなきゃまずいって思って、本当にその投資リハの前日にあの映像を見ながら自分で起こして、当時の記憶をよみがえらせあのね、その時に自分がその MV 撮影の時とかに見てた先生の映像も来てたし、あと自分が多分あれは TBC ホールだと思うんだけど、そこのステージで踊ってる映像、その時披露した映像も来てたんです。でその時の自分があまりにもさちゃんと踊れてるから、私できるんだってすごい信じ込ませてちょっともうさ最初さ、うわーこれ自分で起こすのかって思ったんだけど、いやあの日の私ができたならできないわけがないぐらいの気持ちになって、5年前の自分をもうライバルは5年前の自分ぐらいのさ気持ちでねやったらなんかできたんですよ自分でも結構びっくりした。なんかもう気持ち大事だなと思った。弱気になっちゃいけない。気合です、気合で振りを。あともうね、その細かい振りとかをさこうもちろん見るんだけど、ザッと音を聞いた時にもう自分の体が動きたいように動けっていうので、起こしながら振りを確認してやるっていう繰り返しで細かくやってたんですけど、多分考えすぎると多分踊れないんだよねっていうので、気合で起こして次の日のリハに臨んで、でなんかその時のリハを見てくれてた、なんかそのちょうどユニットの時とかってさもうそれぞれね休憩してたりとかいろいろしてるんだけど、あのおんちゃんとさちよりと、おんちゃんとちよりとおりんだそうが確か前で見てて、その時なんか 3人並んで座ってて、でなんかその時にすごいいいよみたいな、なんか盛り上げてくれてそうで、なんかちょっとやりづらいなと思いながらも恥ずかしいなって思いながらも、でもなんかそんな風にいいよって言ってくれたからちょっと気合も入り、その日のリハを乗り切り、あ本当だチーム金木星だね。でその日に初めてゆずちゃんとちあけちゃんと合わせたから、てか一緒にやったから、ちょっと振りの細かいところというか確認して、でまあその後のリハを重ね、ねえあの曲の振り本当に好きだなと思った。私コンサートの前日、あのだから8月3日にさ多分配信したじゃん、あれあれ夜やったっけ、夜やったよね、あ夜やったわ、うちわの話したもんねここで夜やって、私あの後になんかコンサートのことがめちゃめちゃ不安になっちゃって、すごい夜中まで踊るのが楽しくなっちゃって、まず確認したいっていう気持ちから始まり、その後踊りたいって気持ちになっちゃって、三台じゃできない子一生踊ってたんだよね夜何回踊んのってぐらい踊ってたそれぐらいでも本当に踊ってんのが楽しい曲なんです、はあ、だからあの本番もきっちりあのやりきれたなって気持ちなので、あのよかったよとか言っていただけて嬉しかったですあーそれはさすがに撮ってないんだなさすがに撮ってないんだな。楽しそうでした。楽しそうって大丈夫なのかな。でも私もなんかねちょっと自分の映像見てね、なんかもうちょっとさクールにやってて欲しかったんだよな。ちょっと楽しそうだったよね、わかる、ちょっともうちょっとクールにしろよって自分で思っちゃったなんかすごい楽しそうだった。あの本番の時なんかよくわかんないんだけど
音がめっちゃスローに聞こえてたんです、音源が。だからすごいたっぷり踊ってたと思う。何だったんでしょうね。あ、でもよかったって言ってもらえたし、あとなんかコンサート見に来てくれてたトムちゃん、そうトムちゃん今回来てくれてたんだけど、そうめっちゃよかったって言ってくれたから、それがよかったです。めっちゃよかった、あと存在感あったよって言ってくれたから。お、時空歪めたのかな。であの時だけ本当に音スローだった、聞こえたの。不思議でしたね。あ、これがゾーンに入るなんですか、わかんないけど、お、かっこいい、それならかっこいいぞ。あ、Hulu見てないか、この後見なきゃ、ぜひ見てください。でユニットはそれでしょ。あとは親衛隊は私やってないんだけどさ、親衛隊あれさ、リハの映像誰か載せてるかな、めっちゃ好きなんだよね。あのリハから本当にあんな感じだったんだ、吹っ飛び方とかみんなすごかったの。すごかったのよ。見た、誰か載せてたかな。じゃあいいや、もうね、本番とねリハとね、もうリハからすごかったあの曲。あ、おんちゃん乗せてた。いろいろと、あと私エリーが馬のかぶり物してるのも好きだし、これアンコールの映像なんですけど、ちょっと後で私の写真も入れよう、入れようっていうかデータフォルダに入ってるやつも載せよう。個性めっちゃ出てたよね。あー、そっかそっか、知らないとでも話してた。で MC 喋ったでしょ、でそこからの中盤が、中盤っていうのかな、ダンス曲っていうのかなのところが、ふっ、ダンス曲ってところが、あのバラの儀式、だらしない愛し方、従順なスレイブ。バラの儀式に関しては13期のねコンサートというか公演どっちでもやってるか私たち。でも最初やった時振り違うんだよね確か。 TDC でやった時はオリジナルの振り付けだった気がす、オリジナルっていうかそのオリジナルの振り付けじゃなくつけてもらってた気がするから、なんか演出がすごいついてた気がするんですよね。だから実際にちゃんと踊ったのは13期公演の時なんじゃないかと思われるんですけど、結構みんなが苦戦していたあの曲なのですが、やっぱりその昔の自分が踊れているということは、私は踊れるんだという自己暗示にかかるわけですよ私。はい、そのおかげであのすごいすんなり踊れたんです。あれもまた助かった。結構みんなが大変そうにしてたんだけど、おかげさまで、はい、すごく自信を持って踊れた曲でした。でまたあれも楽しかったね。本当に過去の自分の努力のおかげなの。でだらしない愛し方も本当にずっとなんかいろんな機会でいつからかね入らせてもらってて、小島子のポジションをずっとやらせてもらってるんだけど、でマコが卒業してからほぼそこで出てるはずだから、あの折り面の次ぐらいに踊ってる自信があるんです。
そうでオリベの次ぐらいに踊ってるから、もうこれももう毎回そのペラペラのとこの振りはねちょっと一回忘れちゃうんだけど、一回踊ったら思い出すんですね。そうだからここは意外と苦戦しなかった2曲です。でねでね、その後の従順のスレーブはね始めましてではないんですけどすんごい昔のコンサートで、多分埼玉スーパーアリーナで全員曲みたいな感じでやったはずなんですけど、さすがにそこの記憶はなくて、しかもその当時の自分が踊ってる映像なんてさ、もう全体のあれだからさ残ってないわけですよ。そしたらもうさね、過去の自分のことはもう思い出せないから思い出せないからもうここはもうほぼ初めましてだと思うし、おそらく過去にやってたとしたら自分は逆のポジションやってたはずなの。まあそのあれなんて呼ぶのが正解なの、主人とスレイブみたいなことでしょ、要はの多分スレイブ側だったと思うんですよ呼び方がわからない。そうどっちかといったら多分あの頃若かったはずだから従う側だったはずなんですよ。で今回逆だったから、主人の方やんなきゃいけなかったから、そうなってくるとやっぱりね、あの違うじゃないですか振りが全然。なので本当に新しい気持ちで臨みましたし、これもチーム A の曲だから、あのチーム A の曲がたくさんやりたいなと思ってた私的には嬉しい選曲でしたね。上がりましたね。あすごい、周りの女の子たちやっちゃやばいやばいって言ってたの。え、従順のスレーブの時なんかこのペアもおんちゃんが結構こだわったって言ってた部分だった気がするんですけど私はねマチャリンと割と平和にやってましたマチャリンとね、そのペアぶりのタイミングとかさ一緒にあのマチャリンと練習してたから、結果どっちの振りも覚えた気がする私どっちの振りも覚えたぐらい一緒に練習した、うん、確かにでも平和でした。でもなんかすごいねうまいことてかおりんとちおりとかなんかちょっと面白くてなんか二人ともなんかすごいなりきってやってたからさ、リハからちょっとあの二人面白かったでもなんかそういうのとかもうまいことこう組み合わせててすごいなって思いましたね。あ、コミジャケ好きになった人いるまあぜひちょっとあの配信だとまあこうね映ってるペアしか見れないと思うんですけど、あれはちょっと引きでも楽しめるやつですよね。なりきると面白いっていうのはもうなんかさなんかそれぞれのモードにすごいさ入ってさやってる感じがさ、あの二人のなりきり感がすごすぎてちょっとそれがもうね面白いの方に行くぐらい入ってたの。ちょっと本番どうだったか私ちょっとよく知らないんですけど、まあそういうなんだろう普段のなんかさ劇場とかでもないですし、なんか新たな一面一瞬だけ覗けるそういう感じも楽しかったブロックだったなと思って、楽しかったですねダンスブロック。でそこからおんちゃんが考えてきてくれたクイズ大会やって、いやあれも楽しかった。でも私なんで一人間違えたんだろう、19人と20人間違えた難しかったよあれ。みともちゃんがいて19人だったの、
私なんかそこを多分勘違いしてたんだよな、わかんないんだよな。真白ちゃんがいた時は20人ですか。本当だよね、なんで、いや自分は入れたって、いやなんかそのさ、ハータンがなんかその立ち位置表の話した時に、あれコンサートの時にあれ4番まで番号があって、あれ1人減った気がするっていう、なんかその誰かが出られなくなったとかでなんか代表が変わった記憶があって、で俺20人だったって思ったんだけど、え私は何、え杏仁さんが行って公演前だって、あれ杏仁さんが、うん、杏仁さんが卒業して20人、杏仁さんが行ったじゃあ21人だったってこと。待って、私なんか本当になんかあれって思って、あー、ちょっと待って、でもまあ19人だったんでしょ。もうなんかさ記憶がさ曖昧になってきたよ。あーそうなんだ、なるほどね。やっぱ最初にパッと思った方が大体合ってるんだね。考えちゃいけない、考えすぎちゃいけないんだなってことは確かに思いました。でもすごい悔しかった、あのクイズ。一人だけ変な悔しがり方。そっか、しかもタイミングがでもね何人っていうのがよく分かんなかったんだよね。しょうがないです、しょうがないです。そんなわけでご褒美は逃しましたが、あとの2問は当てられたので大丈夫です。でそのクイズ大会が終わって、こっからがチーム A の劇場公演曲がねえブラーっとメドレーになってたんですけど、いいよね Dear My Teacher。 Dear My Teacher もいいよね。私もこの曲は AKB に入る前から好きだった曲なので、あれ意外と初めてやったのかな Dear My Teacher って。もしかして振りコピとかは知ってたんですけど、やっぱ結構しやすい曲じゃないですかノリが。だから多分 AKB に入る前とかに友達とカラオケに行ってこの曲を歌ってとかしたことあったんですけど、多分 AKB になってから歌ったのはもしかしたら初めてだったんじゃないかな。私今までないですよね、全体曲とかでやってないもんね、なかなか。多分初でついにって気持ちでした。おそらく私の記憶が正しければね、そう多分初めてやった。で、リアマイ終わってチャ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 で、そっからの背中から抱きしめてはあのねちょこちょこやってるはず。あ、ディアマイやったことないわ。だってセリちゃんに振り聞いたもん。うん、そうディアマイティーチャーのリハの日もその首が痛かった日だったんです。だから私その日は見学しててリハを、で結構単純な振りだから見てたら入ってくるかなって思ったんですけど、いざ踊ってみたらなんかもうサビの振りがね本当になんかね、なんか単純ゆえにややこしくて、グーなのかパーなのかとかがさなんかもう分かんなくなっちゃって、
ですごいセリちゃんに先生してもらったんですけど、あと左からこう肩を下ろすのが全然できなくて私隣がセリちゃんですごい助かった。もう先生をずっと見ながら踊ってた。あ、そうそうそう、チームメイトでパーティー公演やってたっていう話も聞いたから、めちゃめちゃこう多分染みついてるからこそセリちゃん先生に教わってやりました。で、そう、背中から抱きしめては昔からちょこちょこやる機会はあった曲だけど、なんかいいよねあの曲も。改めてなんかその2曲とか、そのねイントロが流れた瞬間にやっぱファンの人がちょっと湧いてる感じが伝わってきて、それがねやっぱいいよねって思いながら一緒にやってました。あと父、背中から抱きしめてのね振りがね地味に好きなのよ。なんかうまくこう言えないんだけど、なんか好きなの。このテイストの振りあんまりないかなって思うんだけど、なんかこのチチチチン背中からなんかこう抱きしめてる感じとかさ、なんかこういう細かいもうすごい単純な振りではあるんだけど、なんかその良さがあるというか初期の AKB の、そう、私公演曲やっぱね好きなんだよね。初期の曲が結構好きなの、好きなのよ。あれは何公演だ、月見草とかって何公演ですか。あのね、やったことないんだけど AKB に入る前にめちゃめちゃ劇場公演を映像で見てたので、私現地その劇場には行ったことないんですけど、在宅だったので基本誰かのためにか、そう映像で見てたし、あとあの配信とかもされて、配信されてないか、あの時代は何で聞いてたんだ、あ、カップリングだったりするのかな、曲によっては。なんかめっちゃその世代の曲、その時代の曲をめっちゃ聴いてた当時、おそらく大好き。なんかワーニングみたいな曲もあるよね。なんかその辺がすごい好きなんです。あとなんだろう、シアターパイレーツとかやったことないんだけど、公演のアルバムかな。もうね、だってさ、私入ってから12年経ってるからさ、ちょっと記憶が本当に曖昧なんだけど、ファンだった頃の記憶が。でももう10ね、軽く13、4年前だから、ちょっと何で何してたかちょっと忘れちゃったんだけど、え、だから本当に公演曲のリクはどうする、みんなみんなどうする。でも単純に好きな曲に入れてほしいかも。もうやったことなくてもいいから。でもやったことない曲だとみんなも知らないとかもあるのかな。ね。いや私はもう純粋に昔の曲とかを聴きたいというか、やれたら最高って思ってる。でもユニットとか強そうだね。今こうやって見てると隣のバナナとか記憶のジレンマ。やっぱいい曲多いよね、公演曲本当に好き。わかる、迷いすぎて選べないよね。うわ、春一番も好きですえ、30曲だもんね。選べないよ。私はもう本当にエモい曲がやりたい。あのそこに入ってるかどうか知らないんだけどしかももうさ、オリジナルのメンバーとかもさ、基本的にやっぱゆきりんさんしかいないわけじゃないですか。あとあれがあるか、あの MT に捧ぐだとゆかるんとかもいるか、オリメンとしては。でも基本的にそういうメンバーっていないので、でなんか自分もこうパフォーマンスをどれができるかって言われたらわからないので、
何とも言えないんですけど、でも純粋にもう曲で湧きたい曲で湧きたいんだよな。あの日もなんか出番とかじゃなくて私曲で湧きたいのよ。ね、難しいよね。でもなんかそのやっぱり重力シンパシーとかだったらやっぱ今やってるチーム、ね、チーム A がやったりするじゃないですか。だからそういう人がやっぱ優先されたりとかそういうのはまああると思うから、他のね公演に関しても、ね、サムネイルだったら今チーム4やってるじゃん。なんかそういう感じになると思うから、やっぱこのダレルちゃんのが見たいみたいなのでやっぱ入れるパターンもあると思うから、そこが難しいけど、私はもう純粋に曲で湧きたいんだよな、リカワはそうだから私あんまりこう自分でこの曲に入れてねとか昔から言わなかったじゃないですか。本当に曲で湧きたいんです。だからやっぱひな壇を楽しみたいけど、ひな壇あるかな今回まあもちろん出番があることを願ってますけど願ってますけど、いやでも本当にあれはもう曲で湧きたい、リカワというものは。はい、てなわけで、まあでも見に来てくださる皆さんが見たいものだったり聴きたい曲だったり、やっぱそういうところに入れていただいたらいいのかなって思うので、はい、でもみんなで作るコンサートみたいなことじゃないですか、リクアワって要はね。他のコンサートに関してはさ、こちら側でさ全て用意してセットリストとかさするけど、もうファン投票で決めようコンサートってことだからさね、もうそういう感じで盛り上がったらいいなって思ってますね。私も枠曲で出てたら最高だな。うわー難しいね、キャパキャパしたいとか、わかるわかるわかる声出しもできるようになって今だからこそね。なのでみんなで作るコンサートです。そうね、30位まで何が入るか。明日から投票開始って言ってた誰かが、なのでちょっと皆さん気持ちの整理をつけておいてください。で、今超脱線したんだけど、チーム A の公演曲メドレーで誰かのために公演は A サードは小池でした。選ばれたのは小池でした小池はもうねエリーちゃんですよね。コンサートでも前にやってましたけど、やっぱリクエストってわけじゃない気がするんだけど、そこは私よく知らないけど、でもね誰かが言うと言ったらまあエリーじゃないですかね。あの時の印象もあるし、エリーの大好きな曲だからあの曲大好きってすごい面白いんだけど、でもあれも本当にねリハが大変だったんだ。まあ正解の振り知ってる人がいないしさ、それもそうなんだけど、結構なんか単純な振りだからこそね、振りがやっぱ伝言ゲームで変わっちゃうところがありまして、あとは立ち位置がなんかいろいろあったりとか、ちょっと大変でしたリハが本当に。小池のリハ何回したんだろう。小池の振り合わせますってやつ多分 3,4 回やりました。はいみたいな感じだったりして、でもあの曲すごい、私が歌ってたところでさ、ガリガリ君手にしてたみたいなので、まあ映像で起こしたから正しいか分かんないけど、多分持ってて隠すみたいな振りだったから、すごいこだわりました。慌て感を出すっていうそんなことしたりして、だからなんか表現するのはちょっと楽しかった曲でしたね。それ
それでそれで、そこからのオンリートゥデイなんですけど、小池の最後がなんかこうみんなでギュッて集まってパーってこう手前に出してなんか待ってみたいな感じで終わるんです。でここでちょっと待ってるじゃん、曲終わって、でオンリートゥデイのイントロかかってきてさ、みんながさ多分クリックが入ったの、チッ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 みたいに入るのね。それ聞きながらみんなが最後の方だけチッチッって撮るのがすごい面白くて、リハからみんなこれ止まってるからこそここみんな揺れてるって思って私一番後ろのあれだったから、ポーズの時に一番後ろにいたからみんなの揺れを見てちょっと一人で楽しんでました。で Only Today はX にも書いたんですけど、あの私がオーディションで最終審査で歌唱審査っていうのの時に歌った曲だったので、 AKB に入ってから歌う機会はありましたけど、まあチーム A になって歌ったのは初めてのはずなので、 Only Today が今歌えたことは私的にはすごくエモかったです。 Only Today、 私もこういうその切ない曲、あの明るいリズムなのにこう歌詞がすごく切ないっていう曲がね、やっぱグッとくるところがありまして、 Only Today と Seventeen 私はずっと推してるんですけど、はい、推してるんですけど、やっぱり今回もいい曲だなって思いました。そうね、オーディションの時ね、クマのぬいぐるみが本当は歌いたかったんだけどね、そうカラオケに入ってなかったんだよね、そうカラオケに入ってなかったから、じゃあ次の曲でいっかって言ったのがオンリーツデイどんな選び方だよって感じですけど、普通に後編曲が全部好きだったからもうどれでもよかったみたいなとこあって、そうそう、ただいま恋愛中後編がすごい好きなので、次の曲っていうのでオンリートゥデイ歌ったので、今回そういったエピソードが生まれたわけですねあの時クマのぬいぐるみ歌ってたらなかったかもしれない、このエモさは。そうですねっていうところで、私は一人エモエモを持っていたので、ぜひそんな風に思ってみてください。そしてその後が摩天楼の距離じゃない、摩天楼の距離がですね、確か摩天楼は前田さんのポジションだったのかな、だったからイントロで一番前に来ちゃったんですけど、私実はこの曲の振りがすっごく苦手ですっごく苦手で、最初に対比見た時になんでこの曲で真ん中来るんだって思ったんですけど、なんとか今まで以上に、あの今までで一番うまく踊れるようになりました。めっちゃ練習したあ、君に会うたび忘れてる、ごめんごめんごめん、君に会うたびクーする、めっちゃ好きな曲なのに忘れちゃった。オンリートゥデイが終わって君に会うたび恋をするをやりまして、これは研究生の時に TDC ホールでやらせていただいたりしてたので、もうすごく単純にエモエモな気持ちもありましたし、この曲特に好きだったんだよな、その公演の中でも。ただいま恋愛中、ただいま恋愛中じゃない恋愛禁止条例公演混ざってきた、そう恋愛禁止条例公演の中でも結構好きな曲なので、あだからあの何回だって恋をする公演ね、二人公演作ったじゃないですか、あの時にも入れちゃった曲なんですけど、押した曲なんですけど、この曲すごく好きだからまあね、自然とこの曲だったのは湧きましたし、まあでも流れ的にね、オンリートゥデイから来たらこの感じいくよね、あの私あの辺も好きよ、あの恋愛禁止条例公演だったらマルキューとか、マルキュースイッチとかの中盤もすごい好きなんですよ。なんか前にその AKB のあれは何周年だったっけ忘れちゃったんだけどすぐ忘れちゃうんだけど、あのソロ曲、ソロでさ1曲やれるみたいなあったじゃないですか、
私が、ね、野菜シスターズを弾いてたやつ抽選で決まったじゃないですか。でもあれ抽選じゃなくて自分で選べるってなったら私マルキューとか歌いたかったんですそう当時なんかその抽選っていうの最初言われてなかったから、そのソロでやるっていうのだけ聞いてたから、えソロでなんかやれるんだったら何がいいかなと思ってマルキュー歌いたいって思ったくらい普通に好きな曲だから、それとかもねやりたかったんだけど、そうでもあの流れだったら絶対曲調もだいぶ違うからさあそうなんかその時のソロのやつはなんか自分でプロデュースしていいみたいな話だったから、そう抽選っていうの後から聞いて確かで、プロデュースしていいんだったらマルキューとかでやりたいなって思った記憶そうです、もうやることはないやつですねえ、そうで、まあ今回はそのね流れ的にも、君に会うたび恋をするだなってすごく納得だったんですけど、もうすごく懐かしい気持ちと、あとはなんか歌い出しのところ、歌い出しの次の歌わりだったんですけど、なんかこう上下に2人ずつペアがあって、で私は下手側でサキポンとペアだったんです。そうサキポンが歌い出しで、でもさサキポンとさ渡しとくって思いながらやってたんですけど、なんかポーズする時とかにあのさきぽん客席見たらいいのに、なんかめっちゃこっち見てくれるの、多分私がすごい構うからなんだけどもうさきぽんが可愛すぎてそれがそうなんです。だから多分本番は一緒にハートを作った記憶です。私があまりにも多分目力が強かったんでしょうねさきぽんがめっちゃこっち見てくれてて、さきぽんいいんだよ前向いてって思いながらやってたんですけど、そうです、もう独り占めしました、さきぽんの目線をなのであの曲はとっても幸せでした。っていうのをやりっていうのをやり、でその摩天楼に行くんだね。摩天楼の距離がね、さっきも言ったけど振りがねあんま得意じゃないから結構やる機会あるんだけど毎回大変なの、毎回振り分かんなくなっちゃう。でもちょっとさすがにど真ん中で間違えられないと思って、今回はすごい頑張って気合を入れてめちゃめちゃ練習したんですけど、その次の曲ラベンダーフィールドなんですね。ラベンダーフィールドも今回なんかそのアンケートみたいなのがあって、その自分がチーム A のコンサートでやりたい曲を3曲ぐらい上げてくださいみたいなアンケートというがあったので、その時に私ラベンダーフィールドって書いてたから、ラベンダーフィールドがそれこそもうセンターだったんです。あのパルルさんのポジションだったので、ガッチあの2曲ずっと真ん中ら辺にいたんだけど、イントロの振りがさ、摩天楼の距離は手が映らない、こっちに倒すの一発目で、ラベンダーフィールドこっちなのこれでさ、私さ投資リハの日かなんかにさ思いっきり一番前で間違えてこの右と左をで後ろの人を惑わせるってことをやってしまったんですけど惑わせてしまったことが1回だけあるので、逆にそのおかげで本番はもうね間違わなかったんですけど、なんで私間違えたんだろうって思ったら、あラベンダーフィールドがこっちだからってなってでも本当にそれぐらいね、その摩天楼の振りが苦手なんです。私ラベンダーフィールドも決して得意ではないんですよ。もう当日まで練習してた、当日の朝までせいちゃんに振り確認してます、なんで私ここの軌道違うんだろうって言ってやってもらってた。そうなんです、あの2曲は結構もう私にとって鬼門でした。多分一番のダンスブロックとかよりもあそこが一番気合入ってた気合入れて練習したそうだったんです。でもラベンダーフィールドなんかやっぱ好きな人多いね。あ
かもセンターで嬉しかったっていう。あ、でも私もやっぱ好きな曲だから書いたのでやれて嬉しかったです。てか本当にチーム A の曲がやりたかったんです。だからあのこうやって劇場公演メドレーみたいなのとかね、あとそのオープニングとかもそうだし、中盤のところでもチーム A の曲が散りばめられてる感じ、他の曲もありつつ入ってるのとかがすごく自分的には高まったセトリで、でそこからの一回あれ挟むんだ、青空のそばにいて、これもねチーム A じゃないですか。私この曲とかも好きなんですよねそう、ここもやっぱね卒業発表してた3人がフィーチャーされるようなポジションになってるさ、曲の構成だったからこそ結構うるうる来るかなって思ったんだけど、本番はなんかすごいニコニコしちゃってましたうちよりに言われた、他方すごいニコニコだったね。なんかリハの方がなんかうるっときたんですよね。でもあのさよならは合言葉っていうあのサビが2種類あると思うんですけど、大サビの歌詞とかがすごいグッと刺さるようなタイミングだったなって。もちろんその卒業っていうのもそうだけど、チーム A がね最後っていうのもあって、まあそれぞれね、まあそれぞれがそれぞれのって感じじゃないですかね。だからすごく今の私たちにぴったりな曲だったのかなって思って、すごくしっくりきた曲で、であそこで降ってきたハートがね、メッセージ付きのものもあったんですけど、届きましたかね。なんかステージに何枚かハラハラしてたので、ちょっと見つけた分ははける直前にちょっと投げちゃったんですけどしんみりはけたらいいものをちょっと投げちゃったんですけどね。あ、私とおりんが笑ってた、嘘おんちゃんとか、あれおりん、そっか、隣でおんちゃんが涙してたのを見て、その隣のおりんは笑ってたんだあ、メッセージなしも届いた。あ、確かに2回はな、難しいな結構あのねステージにも降ってきてたから、うん、ちょっと前寄りだったのかもしれないね。あのメッセージありもなしも、あともう何もない時もあの思い出としてね留めておいていただけたら嬉しいですあら、なんか久しぶりに配信見に来れたって人ちょこちょこいるね、ありがとうございます。もうあとちょっとアンコールの話したらコンサートは終わっちゃいそうなんですけど、え、結構書いたよ、あのサインというか、何枚だ、10枚は書いたと思う、何枚か忘れちゃったけど束だったからすごい、その装置を眺めてましたって人がいるそんな装置の方が近かったっていう、面白すぎるねえ、あ、でアンコールがさっき一瞬話したけど、あの客席スタートで AKB フェスティバルをやりまして、あれもちょうど今劇場で8人公演をやってるから、8人がステージ残って、で、まあ、残り6人かが客席行ったらちょうどいいんじゃないかということで、まあ基本的にポジションダブルスタンバイとかってするじゃないですか。だからまあそのどっちかがっていうので、で客席に行ってみました。でいいってせいちゃんに、せいちゃんでもその日のリハいなかったのかもしれない、で行こうかな、まあせいちゃん来たら話そうって思って、でもなんとなく行こうかなって思ってたから、行くってことを言ったらじゃあってなりましたそんな感じですごい何もなく、あの揉めることはなくはい
回ちょっとバッタバタではありましたけど、そうね、そうせいちゃんもね足怪我してたからどっちがいいのかなと思って、行った方が楽なのか踊った方が楽なのかが分かんなかったから、そう、それだけ確認しようと思ってて、そうそうそう、でも多分走る方が大変だったとは思う、結構結構結構でしたもうダッシュで帰ったもん、モッシュ&ダイブに間に合わすためにもうダッシュで帰りましたからだね、ああいう時はあのエレベーターで移動させてもらう時もあるんだけど、なかなかそのエレベーターをそのタイミングでこうね止めておいてもらうこととかって難しかったりするからね、お客さんも中には使われる方もいらっしゃるかもしれないし、だから基本的には階段移動ですね。うん、でまあそのね動線のルートによっては上手と下手とどっちの方が近いとかたまにあったりするのでそういうので走る距離が変わったりして大変だったりするのね。え、確かに練り歩きはねやってみたらね結構私も短く感じたな。でもあの客席がやっぱね広いね、2階だけとはいえ広かったね。うん、なので、あ、そういえばなんかうちの母が撮ってくれた写真とかまだ上げてないのでこの後気が向いたら載せます。てかもう23時半だ、やば、遅くなってる。ティフの話もしたいのでもあと 2,3 曲で終わる、ちょっと待って。でダッシュで戻ってモッシュ&ダイブするでしょ。モッシュ&ダイブはもう折り面なので、あの頃もう研究生の頃初めて初 MV だっけって本人が自信を持ったようなんですけど、モッシュ&ライブはもう本当にそれぐらい昔の曲で、13期でさゆいりんごと私とって入れていただいた曲だったもので、あの時はもう本当に一番後輩でもう一番端っこで踊ってたから、今回こうしてあのね優子さんだったりとかまゆさんがやられたセンターのポジションで歌い出しで始めさせていただいたのとか、でも多分折り面だったからね配慮していただいた気がするんですけど、なんかそんな思い出のね思い出のあるというか思い出というかもう本当に、うん、自分的にすごい記念すべき楽曲って感じなのでなのでこの機会にまた披露できたことだったり、その歌割りでできたことだったりすっごい楽しかったです。からのまさかのバズーカを打たせていただけると思わなかったのでちょっとあの球が一個残っちゃってね後で投げたりはしたんですけど、バーンとやるの楽しかったです。そうだね、あれ初 MV か、確かに、うん、でも確かあの時もうあの時そうだね、なんかなんで選んでいただけたんですかみたいな話をその MV の現場でスタッフさんに聞いた時に、当時その握手会の売り上げでその時は選んでいただいたっていう風に聞いて、そうだからすごい皆さんにチャンスをいただいたなっていう曲だったので、多分これ初めて言ったんだけど実はそうだったんですよね。うん、これ本当に昔から
皆さんにチャンスをたくさん作っていただいてるなっていうのを改めて本当にねありがとうございますうん、っていう曲だからあんまりこう披露できる機会とかはないんだけど、すごく大事な曲です。だからあの TikTok もその曲にしたんですけど、 AKB フェスティバル、チーム A フェスティバルだったからそっちにしようかなっていう考えもなくもなかったんだけど、まあでもほぼ8割9割型モッション&ダイブで始めようって思いましたね。実は、まあ、こういう話ってしていいのかよくわかんないからあんまり言ってこなかったんだけど、もうなんか10年ぐらい経ったからいいかなって思って言っちゃった。お、そう、まあその頃の応援してくださってた方が今もいるかいないかわからないですけどねえ、ありがとうですよ本当。あー、その頃、じゃあぜひその当時の MV を見てみてくださいね。でもオリメン本当にもう全然いないんじゃない？ヒキリンさんとユイリ、あ、いた、スマホをしてる人いた、やったえ、オリメン3人もしかして、え、そんなことある？やっぱそうなんだ。んー、まさかじゃあちょっとぜひ当時の MV を見てみてください。めちゃめちゃ先輩方がたくさんいて豪華です。でもあの中に入れたの貴重だったな本当にね。ありがとうございます。という感じで M2 アンコールの2曲目がモッション&ダイブで、その次がちゃちゃちゃってやってずっとずっとだずっとずっと、もういい歌詞でしたね本当に。ずっとずっとは1サビの歌詞じゃなくて2サビの歌詞がつながってるんですよね。結構こうコンサートとかなんかファンハーフで披露するときそうなってることが多いんですけど、そうなんですよずっとずっとも本当にいい曲だし、なんかこうこのタイミングでのずっとずっとっていう言葉がもうこのもう終わらないでほしい今みたいな時間じゃないですか。そこでこの曲持ってくるのはずるいなって、オープニングでやるとかなったらまた意味合いが変わってくるんですよ。ここでやるからこそこのずっとずっと聴いてくるなっていうさ、二人の流れがすごく良かった。そうなんです。でなんかもう終わってしまうのかっていう気持ちを噛みしめながら、噛みしめて噛みしめて曲が終わってしまい、最後はやっぱり明るくねタオルをね、みんなこの間話したもんね、ユーオルってカタカナで、カタカナじゃない、ユーオルって言ったら出てくるからね。その日ね、私がタオル持ってきてねって言っといたから、多分皆さん持ってきてくださってたと思うんですけど、飛行機雲でブンブンしてくださったと思うんですけど、まあちょっとスタンディングだったからね、ちょっといろいろ気にするものもあったかもしれないんですけど、そうですよ、私が予告しておいたじゃないですか、チーム A のリハの時にさ、もう前日にタオル持ってきてくださいねって言おうねってみんな言ってたのに全然みんな言わないからみんな忘れてるって思いながら、まあ、あの別に特に影響力もないけど、あの私は言っとこうって思ってそうなんです、私は覚えていたぞっていう、
ちゃんと前日に私は書きました言ったし書きました。そうですよ、なんかそういうたまにそういうの覚えてたりするから、結構忘れてるのに、そういうとこだけは覚えてたもので、なのできっと皆さんはタオルを持ってきてくれたと思うんですよね。お、チェケットセイちゃんをツイートしてた、本当せよ、みんな暑いからって言ってねそうなのそう、暑いから持ってきてねって書こうねってみんなで話してたのでも私結構早めに書いた自信あるなんかそんなところもして予告したんですからまあそういうのもなんかチーム A ならではというか、チーム A の定番曲じゃないですかね。 AKB のコンサートとかでも曲やりますけどね、でもチーム A ならではだなって思うので、そういうのをこのコンサート1回のコンサートでこうギュッと詰め込んでたくさん体感できたのがすごく楽しくて幸せだったなって思います。10日前なのか、いやでもなんかもっと前のような気もするんだけどってぐらい、なんか終わってからもう、終わったらもうさやらないじゃんその曲とかってちょっとなんか寂しさもちょっと感じてるんですけど、でもそのコンサートが終わってからの公演の盛り上がりがすごくて、9日も12日も A 公演のなんかコールがいつも以上になんか大きな気がしてて、私たちみんな多分コンサートの熱冷めてないなって思ってます9月3日までかな、アーカイブも見られると思うので、ぜひちょっと私が今言った感想、私目線の感想だったりとかね、ちょっとあこんなこと言ってたなとか思いながら見返していただけたらいいのかななんて思うので、ぜひやってみてください。大きかったね、あ自分かなって言ってる人もいるじゃあまた盛り上げに来てください、ありがとう。重力シンパシー公演は10月16日までなので、次の武道館コンサートの直前ぐらいに千秋楽を迎えることになるので、なんかバタバタしそうな千秋楽だなとはちょっと思ってるんですけど、多分その頃にはその新体制へのこう、ね、動きというかこうなるんだなっていう心構えをしながらのね時期になってる気もするので、なんかよりチーム終わってほしくないなって気持ちにもなってるかもしれないなね、どんな感情でどんなテンション感で迎えるか分からないんですけど、でもあと、まあ、約2ヶ月楽しんでチーム A をやりきりたいと思います。あと次はそうだね、オリーの生誕祭に次は出るので18日です。で10月16ってことはワンチャン私の生誕祭できちゃう時期だよね。もし生誕祭ができるのであれば、A 公演でやりたいなって思ってるので、はい、なので肉ティーを買ってスタンバイしておいてください生誕ティー今年の見ていただけましたか？もう予約が始まった気がするんですけど、肉ティーです、肉おお、もう結構ゲットしてくださってる。やっぱ29歳なので肉です遊び心満載で来ました。で上の文字はちょっとうまく今言えるか分かんない、うまいって読んでください肉が喋ってるのでそうしてください。普通に読まないです、うまい
みたいな感じで読んでください。あ、今気づいた人もいるの？そうだよ。最初ひらがなとか、ひらがなっていうかローマ字みたいな感じにしようかなって思ってたの。なんか私の多分今までの生誕 T シャツってずっとフランス語とかを使ってきてるんですよ。でそのこだわりはあったんですけど、ちょっとなんかうまい、まあ、どう考えてもちょっとなんか違うなって思ったのでそっちにしました。いやー、まさか肉ですね。で、あのね、ピンクにしたのはちょっと理由があって、本当は私オレンジ希望してたんですけど、ちょっとオレンジ使うと骨の色がオレンジになっちゃったんですよ。ちょっとデザインの色がね、3色以内にしなきゃいけなかったんです実は。で、あの骨が白くできなくなっちゃって、ってことは何をあれしたらいいんだろうって思った時に肉の中の色だってことになって、でもチーム A カラーだったりもするので思い出にね。そうなんです、本当はオレンジが良かったんだよ。結構てなわけでピンクです。いろいろね、デザインのこうできるできないとかもやっぱ制約はあるので、はい、私もピンクの T シャツ作るとは思わなかった。で、あとあのギャートルズのね、お肉みたいなコメントリプみたいの着てたりもしたんですけど、母にも言われました。世代がバレるってママが言ってました。うまい。じゃあピンクは着られないというそこのあなたにはマグカップをおすすめします、ぜひ。今回マグカップと T シャツは肉のデザインで、それとタオルも出ます。で、タオルはそれぞれ色が自由に選べたのでめっちゃ色見本あったんですよ。でも私はトリコロールを混ぜた時は薄い紫になるって前に話したじゃないですか、だから薄い紫です。はい、ってな感じなので、いろいろとグッズありますので、ピンクが着れない方はぜひマグカップを記念にゲットしてください。なんか言ったな、違う、声が違う、うまいって言わなきゃいけない。あ、逆にピンク持ってないからちょうどいいって人もいる、よかった。面白い。ちなみにうちの母は全部買ったそうです。あ、で私は10月28の、現地のお話し会の時にうまいってやつを着ようと思うので、よかったらお祝いしに来ていただけたら嬉しいです。うまいがうまくなってるって言われた。うまい、あ、喉が多分合ってきた。みんなすごい今からコーディネート考えてくださって、私もどうしようか考えなきゃな、楽しみ。楽しみ。あ、もう40分だね。その日なんか確かにいいんだよ、あの皆さんうまいって言いながら来てもいいんだよ。カオス。これも練習してきてくれるの楽しみにしてます、みんなも。隣から絶対変な目で見られるのよそれも。もう。あ、笑ったらめちゃめちゃ熱くなっちゃった。まあそんなわけで、コンサートからの生誕 T の話はしたね。あと今グッズで生写真とか、あのコンサートの日に出た生写真と、
あと浴衣のやつも出てると思うので、斜め前髪というレアなやつです。ぜひゲットしてください。そう、ぜひゲットしてください。ティフは暑かった。ティフはすごかったよ、暑かったよ。もうなんかね、今ね喋りすぎてもね、ティフのせどりが出てこないから今日はもうやめます。終わりにします。また、今度の週末ぐらいにやりましょう皆さん。楽しかったもんね、ティフも楽しかった。ちょっと一旦もうね喋りすぎて頭がもう働かないから終わり。ティフはちょっと待って。そうだね、30分だけだったとはいえ、そうなんです。なので今日はちょっとここら辺で終わりにしようと思います。みんなのノリがすごいいい、うまいな。ありがとうございました。そうだ、私 TikTok もあげるって言ったからさ、あげなきゃいけないんだよ。はい、あ、ちょっと待って、なんか私の画面のあれが固まってしまったから、こっちで開かないと読めなさそう、ランキング。ちょっと待ってね、あれコメントが出てこなくなった。あ、終わった。なんでだ。え、これ切れるのかな、ちょっと待って。え、なにこれ。あ、いけた。じゃあランキング見ます。13位から。13位は山さん、ありがとうございました。そして12位がおっさん in パワーウェーブジムさん、ありがとうございました。おっさん。11位ヨシーさん、ありがとうございました。で10位がパピさん、ありがとうございました。9位ゆきたん、あと朝方のことの先がちょっと読めないです。今日ごめんなさい、なんかタップできない、ごめんなさい、ありがとう。で、あ、なんだろう、ちょっと透けて見えてる。朝方のこと好きすぎて湧いてるみたいなやつだ。あ、待って、こっち読んだらいいんじゃない。ちょっと私待って、ちょっと私今頑張るよ。これちょっと、これどいてもらっ、あーできない、なんで。あ、いた、佐帆のこと好きすぎて湧いてる、うまい。はい、ありがとうございます。で続きまして8位、ろくちゃん、ずっと好きだよ、ありがとうございます。で7位がみさわくん、ありがとう。で6位がゆこひでさん、ありがとうございます。5位たいこさん、ありがとうございます。4位ワイマツアート四つ葉さん、コンサ、コンサの先読みたいけど読めない、何なんだろうこれ、なんで固まっちゃうんだろう。固まったね、あ、本当に固まった。固まったね、あ、これで治るかな、もっとおかしくなっちゃった。ちょっと待って、ランキング読めないじゃんこれ。じゃあどうしてくれんの。あ、来た。ちょっと待って。え、あ、これ動かしちゃダメなんだ、くぅ、動かなくなっちゃった、なんで、困ったよ。こっちで読むしかないか、くー、なんでなんだ。自分のとやつを探す、岩立佐穂いた、あ、いない、岩立佐穂じゃないの、私岩立佐穂なんだけどな、こういうこと。あ、いた。ん、あ、やばい、配信しない。ライブランキング、あ、いた、ファイマツヨツバさん、コンサート公演ありがとう、ありがとうございます。3位がケンさんですね、ありがとうございます。で2位がピミパパさん、ありがとうございます。キタリエカレー見たよ、そうだ、北原さんのねカレー食べに行った時のやつ、ぜひ YouTube まだの方は見てみてください。北原さんの YouTube に上がってます。で1位がジュンさん、ありがとうございました。でヤッホー賞発表します。
ヤッホーは長吉さんを初めて呼んだ、ありがとうございます。佐宝賞は誰だ、佐宝賞はね、小雨さんだ。あ、うまいって書いてある、ありがとうありがとうございます。というわけで私は終わりたいんだけど、終わりたいんだけどこの画面を閉じるしかないので、一回これで閉じるじゃん、これで閉じて、あ、来た、これ多分ライブ終了が押せる気がするんだな私いろいろありましたが皆さん今日の配信ありがとうございました。本当珍しくちゃんと振り返ったコンサート配信だった気がしますうまい、というわけでホリンズない言葉はね、違いますよホリンズない言葉はスマイルウィズユーですよ皆さん、こちらではありませんからね、スマイルウィズユーでよろしくお願いします。それでは皆さん明日からも頑張りましょう。ホリンズない言葉はスマイルウィズユー、おやすみなさい、ありがとうございましたあ、なんかいい感じになってきた喉が全然終わんないじゃんっていうねバイバーイ。